代々木にあるモーションダイブの開発スタジオです。モーションダイブを生み出した平野くんに、今回開発されたモーションダイブ東京とそのコントローラーをですね、いろいろと説明してもらいたいと思います。では平野くん、モーションダイブの基本操作を教えてください。そうだね、まずこのモーションダイブソフトだけじゃなくてこのコンソールがついてるっていうのがすごい大きいと思っていて、例えばこのフェーダー、これがねすごい反応がいいんだけれども、今までだったらこうマウスとかね、あとはキーボードでやってたっていう部分がこういうすごいフィジカルにこう感覚的にできるようになった。で他にも例えばこのトータルで絵を真っ暗にするっていうのもこうつまみでできるようになったし、それとあとはね今度ホワイトアウトもできるんだよね。こうシッっていう風に飛ばす、あとはこういう風に映像とかをこうスクラッチできる、うん、おー、それはもう DJ がスクラッチ、レコードスクラッチするような効果を映像で見せることができるってことだね。そう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 。で他にもスピードを変えたりとかね、うん、できるのね。例えばこの映像でグーッと速くしたりとか、グーッと遅くしたり、速くしたり遅くしたり、あとは色をこう変えていったりとかもできるんだけれども、うん、ここのね画面で実はここにあるアサイナブルコントロールっていうのをこうスピードにしたりとか、再生するポジションにしたりとか、あとは色を変えたり、あとはループのポイントを変えたりとかっていういろんな機能にこうアサインできるようになってるのね。その人に合わせて好きなものをそこにアサインすることができる。そうだね。こう映像を選ぶのがこのジョグダイヤルでできるようになっていて、出したいチャンネルを選んでそれでエンターを押すとそのチャンネルにこう映像が出される、表示されるっていう風になってる。今まではそれをいちいちマウスでクリックして出したりとかしてたのが、もうそのジョグダイヤルを回せばもうすぐもう映像を選ぶことができるっていうことだね、うん、でフェーダーの周りでもこのフェードボタンっていうのがあって、うん、こう単にパンパンパンって切り替えるだけじゃなくて、例えばフェード3にするとゆっくりとこうフェードが切り替わっていくっていう風に設定できたりとか、あとはこのタップボタンなんだけれども、うん、音楽に合わせて、うん、例えばドン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 ってやると、もう手をこう離してもそのタイミングに合わせて自動的にタップしてくれるっていう、これは現場で重宝しそうな機能だね。そうだね。ちなみにタイミングこう途中で変えてもそれに合わせてくれるから、ね、おすごい便利便利、うん、で他にはこの BPM シンクっていうボタンがあるんだけれども、うん、これねどういう機能かっていうと、押すと BPM がねシーケンサーとかで走っている場合は、はい、実はその4拍のピッコッコッコっていう音に合わせて、うん、このムービーが実はこう切り替わってくれる、あのループの長さが自動で調節してくれる、そういう機能が、映像の長さとビートのテンポが完全にそれボタンを押すとシンクロしちゃうっていうシンクロボタン、うん、うん、で最後がこのブレイクダウンボタン、はい、これブレイクダウンボタンを押すとポンっていって一気に暗転するっていう、こういうのクラブとかですごい大事だよね速さが大事だから、うん、DJ がまあいきなりねあの音楽がブレイクダウンに落ちた時に一緒にそのタイミングでそのボタンを押せば安定してくれたりとかするわけですね。そうそうそう。他にもモーションダイブたくさん機能あるんだけれども、その中でちょっと一つだけ紹介しておきたいのがテキストプラグイン、はい、モーションダイブとか打つでしょ。そうすると、はい、よいしょ、こういうふうにリアルタイムでもういろんなパターンでテキストをこういうふうにスクリーン上に出すことができるっていう機能なんだよね。なるほど。ということはクラブのイベントとかで、DJ の名前とか自分でタイプすればもうすぐ出せるってことだね。いろいろと基本操作を今教えてもらったんだけど、その他にも今回の目玉というか特徴がいろいろあると思うんですが、教えてもらえますか。そうだね、やっぱこのコンソールとそれ以外にもここに実はミディイン端子がついていて、いろいろな外部機器とつながるっていうことだと思うのね。でそれまあ V リンクでつながるんだけれども、例えばこうキーボードとか、はい、あとはサンプラーとか、あとはミディドラムとかとつなげて、それでいろいろな映像を出していけるっていうところをちょっと見てほしい。はい。ということは他の機材と連動して、違う機材からモーションダイブコントロールが可能になるっていう。そう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 。まさにそれが V リンク。まずはポン出し、はい、キーボードのこの C からあのドレミファソラシドでこういうふうにね割り当てられて、映像が割り当てられてるからこうポポポポポポポンポポポポポン、ポッケンがタブにこう割り当てられてるからタブを切り替えてこうどん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 映像をプレイしていくっていうことができる。
他にも今回は音入りのクリップも再生できるようになってるから、こういう風に音入りのクリップとかもどん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 出していける。これはもうクリップ自体に映像と音楽が入ってるものをこれで出してるとかね。そうだね。最後にあの平野くんが大好きな機能を教えてもらえますか。そうだよね、やっぱなんでドラムがここにあるかっていうことだと思うんだけれどもこれはね、ちょっとここにミディノートっていうプラグインがあるんだけれども、うん、今ここのちょっと何種類かあるうち、キーボードとかね、こうドラムとかあるところのうち、ちょっと一つ選んで、ちょっとドラム叩いて。今打ったものが実際に映像を作り出してるんだよね、うん、そうだね。キーボードとモーションダイブをつなぐとどんなことができるんですか。さっきのドラムと同じで、うん、今度はね、こういう風に、おー、弱く弾くとちっちゃくなって、強く弾くと強い感じで出たりとか、あとは例えばピッチベントとかでこういうふうに弦動が回転したりとかっていうことができる。音が持つ、その音が持つパラメーターが同時に映像を動かしたりジェネレートしてしまうってことだね、これ。そう。最後に、今この DVD を見てるユーザーの皆さんに何かコメントがあればお願いします。そうだね、まあ、僕たちはこの東京の代々木のこのデジタルステージのオフィスで今までずっと7年間モーションダイブ作ってきたんだけど、今回のバージョンが絶対一番面白いよね。で、特にこう体が動かせるとか、あとはいろんな機材とつながるだけでもすごい楽しいし、ドラムとか汗かくしねというふうな、この本当にオーディオビジュアルで体を動かして、それでどん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 こう誰かを喜ばせたりとか盛り上げていくっていうために、ぜひこのいろんな機材もつなげて遊んでほしいなって思う。ぜひ、みんなに楽しんでもらえればと思ってます。なんかありがとうございました。はい。